たたが、もしくは、トト川は、中国を流れる長江の源流とされている川。チベット高原の北東部、青海省内を通っている。モンゴル語でウラン・ムレン川とも言う。タンラ山脈の主砲のゴラタントン山の西南側にある、チャンゲンデール氷河を水源とする。水源地の海抜は5,500メートルに達する。付近には、海抜6,000メートルを超える高山が24座あり。 5800メートル以上は万年雪になっている。青海省を流れる高川多田川氷河を出た後、丹田山脈北の青海省側へ向かい、東に曲がって、青海省南部の高原地帯の峡谷を流れて、次第に川幅を増す。途中で、製造航路と製造鉄道が、戦川を渡っている。長江のもう二つの源流、東極と諏訪江目地川を合わせて、通天河となる。 通天川当局の合流地点から玉木、チベット属自治州の波東河口までの8 1 3トルであり、チベット高原を曲がりくねりながら流れ、波東河口で金斎となる。金斎は、波東河口から、青海省、雲南省、四川省の鉱山地帯と、三江平流を経て、四川省儀品種の民港合流点に至る2 3 0 8トルであり、 民工合流後に長江と名を変える。長江の源流については長年考察が加えられてきたが、秋世に地理学者のジ霞客が金斎を源流とする論考を残し、さらに新代には通天河の存在も知られるようになった。1956年と1977年の長江源流域調査により、戦が長江の源流と定められた。ありがとうございます。